こんにちは。駅弁シリーズをします。今日はですね、テレビとかで結構有名な話題になっている広島といえば何ですか？広島の駅弁といえば穴子飯。穴子飯。まあ牡蠣も牡蠣のお弁当も有名だけど。せーの、穴子飯。開封をしていきます。はい、いいですか。では開封をしていきます。じゃんじゃじゃーん。これすごくない？これはい、もうね、開けた瞬間匂いがすごいいいです。正直言って今回この上下に分かれているのを、上がチャマ、下がチャマ子さんね、を分けていただきたいと思います。半分ずっこにしないと必ず体育館の裏でボコられます。チャマはね。なのでまずはここのね、上の部分のこの一口目、これタレなしでこのまま一口目を、すごい大きな一口目、うん、はい、いただきます。ほろほろ、むっちゃうまい。これマジですか？これこれご飯の中にね、タレがね、染み込んでんの。ちょっとご飯が茶色いってことは、醤油っぽくなってるのかな。もうすごい、ご飯がもうね、なんかね、タレももちろん乗っているんだけど、その前にご飯に味がついている、あの醤油味っぽい味が、身がサクサクこうやってきてんの。これすぐね、ほらこんな、うん、こんな感じでサクサクこうやって身がほぐれます。これむっちゃくちゃのサクサク感、これ見て、これすんごい染み込んで、ホックホク。これマジでうまい。これえっと今ちゃまこさんにタレつけて食べてもらったんですよ。それたらむっちゃくちゃうまいっていうもんだから、このタレね、タレをつけて、見ました、タレつきでーす。はい、タレつきです。じゃあちょっとこれね、結構もうねサクサクなんです。これね、もうホクホクで、すぐこうやってほどけちゃうんですよ。これ柔らかいね。もうむっちゃくちゃ柔らかい。これふわふわしてね、このホクホクしたやつをいただきます。すげえ美味しい。これ、うん、何これ、むっちゃちょっとうまい。このタレね、あの甘ったるくないの、甘いんだけど甘みがさらっとして、
このアナゴのこの あの油感というか、それをさらっと洗い流すような、そういう味ですね。はい、よくできましたみたいな感じで。で、日の島の漬物、この弁当の中にはこのなんかね、この丸いこの器の中に骨が入ってんだよね。あのいわゆるうなぎの骨と似たような感じですか、これは。そうなんだろうね。うん、ね、このボーン、アナゴの骨のフライ、こんな感じでいいかしら。これさ、うん、僕生まれて初めてですよ、うなぎのね、うなぎのボーンはあるよ、うなぎのボーンは、うん、ただアナゴのボーンはないから、これをちょっといただきます。いい音。うん、でもちょっとこれね、脂っこい。あの塩をちょっとかけた方が美味しいかもしれないね。お酒のつまみみたいなことなのかな。うん、お酒、あの箸休めはいいんだけど、うん、ちょっとあの結局はこうやって駅弁になっちゃってるから、あの脂っこさがすごいムワーンときちゃう感じがする。うん、それで、あのうなぎよりもアナゴの方がどっちかというとちょっと臭みみたいなのがやっぱあるよね。どっちか、なんかまあ臭みというか、なんていうか分かんないけど、それがちょっと出ちゃってるかな。だから塩をね、あのこの塩、あ、タレをつけたら、あのね、見て、この広島の漬物と一緒に食ったらどうかなと思って、ちょっとやってみて。ちょ、うん、あとそれやってみるね。うん、ちょっと手でいいもん。もうちょっと下ね、あんまり行儀よくないけど、こんな感じで。はい、これどう、これいいよ。これちょっとこうやって、よし、これで、おいしい。でも箸休めのこのボンはやっぱちょっとね、油が残っちゃうね。残念ながらこれ難しいとこだね、これね。ちょっと油がね、もわっと口の中で広がっちゃって、